イルバレット・ディ・ブロンゾは、ナポリ出身のイタリアンプログレッシブロックバンドである。バンドは最初、バッティ・トーリセルバジとして結成され、イタリアのナトー軍基地で演奏した。初期のメンバーには、プログレッシブギタリストのラファエレ・カスコーネット・ドラムのフレディ・キャノンが含まれていた。キャノンは後に、EMI、カレル、PWL で大きな成功を収めた、レコード会社の重役となり、 1994年には BMI に上級役員として加わった。彼らは1969年に名前をイルバレット・ディ・ブロンゾへと変更し、2枚のシングル、ネーベ・カルダ、コミンシを、パー・ジョーコ及び SI、ママママ、メジタジオネをリリースした。アルバム、シリウス2222 22と YS が1973年に解散するまでに続いて発表された。 アルバムシリウス2222 22は RCA イタリアーナで最初にリリースされたサイケデリックアルバムである。この時のバンドのラインナップはマルコ・チェチオーにリノ・アイエーロ、ミシェル・クパイオーロ、ジャンキスティンが出会った。アルバム収録曲 T.I. リサベリア・ライ、like ・コンミーは1970年8月公開の映画ファイブ・バンボーレのエンドクレジットに使われている。 1971年に、チェチオニとクバヨーロの両名がバンドを脱退し、チッタフロンターレからジャンニレオオーネと、かつてローマのクエルストレーンコーズチェに在籍したビトマンザリが変わって加入した。このラインナップは、1971年に、イタリアのシンフォニックロックにおいて最も高く評価、されている一例であるアルバム、YS をポリドールからリリースした。YS は、 レオーネによって書かれたイントロディツヨーネ、プリモ・インクントロ、セコンド・インクントロ、テレツ・オ・インクントロ・エド・アピール語という4つのパートに分かれたコンセプトアルバムである。バンドは、ラトゥ・ア・カーサ・コモダ、ドン・ナ・ビトリアを含む数多くのシングルをリリースした。長年にわたって未発表の英語やスペイン語のシングルを含む数枚に希少性が出てきた。これらの一部は、 1990年リリースのコンピレーションアルバムビルリデル・カステッドに収録された。1970年代初頭に解散したにもかかわらずイルバレット・ディ・ブロンゾは主に2枚目のアルバムが強い影響を与え続けた。ナース・ウィズウーンドをはじめとするいくつかのバンドが影響を与えられたとしている。バンドはナース・ウィズウーンドリストにも挙げられている。アルバム YS は、イタリア、韓国、日本で何度も再発されている。1990年代後半、ジャンニ・レオーネは、トリオとして、バンドを改編し、ライブアルバム、トライズをレコーディングした。バンドのこの新たなラインナップは、唯一の固定メンバーであるレオーネを中心にツアーして、回るようになった。2013年に、リノ・アイエロとマルコ・チェチオーニがバンドを再編したが、 彼ら主導のアルバム、クマ 2016DC のレコーディングには参加したものの、バレット・ディ・ブロンゾという名前は引き続きジャンニ・レオ・オーネのトリオの方に属している。40年ぶりに、バレット・ディ・ブロンゾの3人の歴史的要素が、再びこのレコーディングプロジェクト、クマ 2016DC にて再結集した格好である。ありがとうございます。